アラみなさん、こんにちは、ズイコです。それでは今回なんですけども、キャッシュレス生活をして日常の変化は実際に体験したデメリットを簡単に解説ということで、今回はキャッシュレス生活を始めて半年ちょっとぐらい経つんですけども、とても便利な反面、やっぱり何かしら不便に思うことっていうのはやっぱりちょくちょくあります。まあそこで感じた僕なりのキャッシュレスのデメリットを簡単にお伝えしていこうと思います。ちなみにキャッシュレス決済自体はいろいろあるんですが、まあその中でも主にスマホ決済にフォーカスをしています。それではまず一つ目なんですけども、 スマホのバッテリーが爆速でで減るとといいうことでいやもううここれは最近特に思うことが多いですねやっぱりこういう YouTube で発信をしたりすることもあって、まあいろいろと調べ物をすることが多くなってですね、それでさらに減るスピードが速くなったなーっていうふうに常々思うことがあります。なのでモバイルバッテリーを常に持っておかないとやっぱちょっと不安な時がありますね。だいたいいつもギリギリ1日持つかなという感じです。 で、ちょっと話はずれるんですけども、僕は現在 iPhone XS を使ってます。まあ、ご存知の方多いと思うんですが、端末を購入して1年以内、なおかつ、バッテリーの最大容量が80%以下になった場合、Apple Store とか Apple の正規代理店で無償でバッテリー交換をしてくれます。ちなみに、その確認方法なんですけども、設定からバッテリー、バッテリーの状態という順番で入れば確認が可能です。僕の場合は現在最大容量が、 86%なので、あとまあ半年ぐらい使えば80%切りそうな感じですね。 もちろん状況を満たしてなかったりとか、例外などがあればバッテリー交換できない場合もありますのでご注意ください。ちなみに Apple Care の保証に加入されていれば端末を購入して2年以内が保証期間内ですので加入されている方はバッテリーの状況などもご確認するのもいいと思います。ちょっと話を戻しまして、次キャッシュです。二つ目のデメリットは払ってる感覚を失うということですね。まあ、これは誰しもが通る道かなと思います。もうほんとスマホでピッとかざしても現金決済と違って払ったぞという感じになかなかならないのか まあ僕も実際そうでしたねまあキャッシュレスに触れ始めた頃とかはまあクレジットカードとかから始まったんですけどもやっぱり慣れるまで少し時間がかかりましたねけどまあ数ヶ月ぐらい使い続けてたらまあ意外にもう時間が経つにつれてその便利さに気づき今はある程度まあ計画的に決済はできてる気がします、まあ、しかもスマホ決済の場合はほとんどがチャージタイプなのでまたそれがいいですよね 次三つ目は使えない場所があるということですね。まあこれはどの決済方法でも言えることかなと思うんですが、まだまだキャッシュレスに対応してないお店っていうのはたくさんあります。というのも以前僕の動画でもちらっとお伝えしたんですが、まあ数日前に田舎の方にちょっと帰省をしてまして、やはりちょっとのどかな場所ほどキャッシュレスに対応してるとこっていうのはやっぱり少ないですね。ちなみにその時はスーパーとかに寄ったりしたんですが、レジのところの張り紙に、ここは現金払いしかできませんと貼ってありました。いや、そこまで硬くなにキャッシュレス そそそそううううままなななくくてててももいいいいのののににににっっ思いましたたねね、まあ、ちろんん場所によりけりけでですすががううめに常に現金を持っておく方が本当に良さそうです、ね、次4つ目は先ほどの3番目に関連するんですけども、ある程度の現金は必要ということですね。まあ先ほどからちらっと出てますが、まあ場所によってはキャッシュレスに対応してなかったりするので、やっぱり現金って必要な時ってありますよね。まあこれまで何度か現金を持っていなかったことによって失敗することもまあまああったので、まあある程度少額でも現金は持つようにはしています。 まあちなみに、プリンというスマホ決済のアプリを使えば、もし何かあった時に、現金をセブン銀行 ATM から一回手数料無料で現金を出すことができるので、おすすめです。 次、五つ目は、使い分けが大変ということですね。まあ、スマホ決済の数も、まあ、多くなりましたもんね。ペイペイ、ラインペイ、楽天ペイなど、今はもう以前に比べて、ある程度はキャンペーンの還元率などは落ち着き始めているとこではありますが、今もそれぞれの決済会社でキャンペーンはたくさんあるので、初めて使う方からすると、ちょっと把握するのに面倒だなというふうに感じてしまうことはあると思います。ちなみに、もし最近スマホ決済を使い始めたという方がいらっしゃいましたら、例えばペイペイだけ最初は使ってみるとか、 楽天市場とか楽天カードをよく使う方なら楽天ペイをとりあえず使ってみるとかまある程度一つだけに絞って使ってみるのもいいと思いますまあ、そこから慣れてきたら他の決済サービスにチャレンジするというのもありですね 最後、6つ目は、対応してない金融機関があるということですね。まあ、わかりやすい例で言うと、メルペイがあると思うんですが、これが裕助に対応してないんですよね。まあ、日本でも裕助の口座を所持されている方は結構いらっしゃると思うんですが、未だに対応してない感じですね。まあ、これまで僕の動画でも、結構これに関するコメントをかなりいただいてたので、例に挙げさせていただきました。まあ、僕がスマホ決済を使い始めた頃に比べては、まあ、対応する金融機関も増えた感じはあるんですが、まだ全部が全部という感じではなさそう そうですね、一応今お伝えしたことをまとめると1スマホのバッテリーが爆速で減る2払ってる感覚を失う3使えない場所もある4現金は常備 5. 使い分けは大変。6. 対応してない金融機関があるという感じですね。まあそんなこんなで今回はキャッシュレス。その中でもスマホ決済のデメリットについてお伝えさせていただきました。まあ今回お伝えした内容は僕自身が実際に体験したことでした。いや、やはりキャッシュレスは便利な反面、たまにこのような落とし穴があったりするので、まあこれに関しては今後も気をつけないといけないという感じですね。 けど、キャッシュレスは僕自身も使ってて便利かつ、やっぱり楽しいので、今後もしっかりと利用させていただきます。まあ、ぜひですね、他にもこんなデメリットがあるよとか、こんな体験しましたよなどがあれば、下のコメント欄に書き込んでいってください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。